響き灘は関門海峡の北西に広がる海域であり、北東側は日本海に続き、西側には玄海灘が隣接する。現代の日本における一般的な定義では、山口県長門市の川尻岬から関門海峡西口を経て、福岡県宗形市の金の岬、千島、大島に至る海域を指すとされている。他、海上保安庁が発行する日本の水路図紙では、 各島を東端とする範囲で掲載されている。なお、島根県豪津市の鳥屋花山口県沖日本海の三島沖の島の間に基線が設定されており、これより南東側は海洋法上日本の内水とみなされ、響き灘の広い範囲が日本の内水、または領海となっている。響き灘はひじきの灘が長い年月を経て、 響きなどに変わったものであるという説がある。昨日こそ船出はせしか、鯨魚ら魚取引きの名だを、京つるかも古代ではこの辺りはひじき、わかめなどの海産物が多く取れることで知られ、これらの海産物が平城経営献上された記録が残っている。玄海などの書室は、江戸時代の辞書、諸ことあざこを節用集以前に初版、九州の北原の海を漠然と指す。 日本海の一部で、大韓民国や日本の島根県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県に面しており、広さは不確かだが約1万3000平方キロメートルである。韓国では、玄海灘と呼ぶ。なんとなく九州側から見た海を、玄海灘という言葉を当て、中国地方毛利藩側から見た海を響き灘という。あとに、 行政区分譲名称に区切りをつけたため、混同されるが、重なる領域があるのはこの理由からである。下関市の西部の北浦海岸が響き灘に面し、国道191号沿線に、安岡、吉見、室津など良好な漁港が点在している。北九州市の沿岸部は、大規模工場が集積する北九州工業地帯を形成しており、北九州学術研究都市、 北九州港の一角を成している。また、漁業も盛んであり、玄海などと同じく、日本有数の漁場である。響灘ではサバ、アジ、イワシ、フグ、ウニなどの魚が水揚げされる。その他に、浜田、仙崎、宝北、若松、芦屋、奈津金崎などの沿岸部には、釣りの名所と知られる場所も数多く存在する。海水浴場も所々に点在し、 夏季の海水浴シーズンには周辺から海水浴客が訪れる。沿岸部の気候は温暖であり、冬は津島海流の影響で霜柱が立つことはないが雲が発生しやすいため、曇天の日が多く、雨や雪を降らせることもある。日照時間も非常に短く、北西の季節風の影響で肌寒く、波は穏やかで荒れることは、少ない瀬戸内海側とは違い。 季節風の影響を強く受けるため、海が荒れることも少なくない。流気により出現し、侵食を受けた海食崖や祈願が各所に見られるほか、阿武ザ山群の火山地形、スサホルンフェルスなど地質景観が見られ、山口県北部の沿岸は北長門海岸国定公園に指定されている。角川日本地名大辞典編纂委員会編。 角川日本地名大辞典三35山口県、角川書店、1988年、ISBN4 から04から001350から6、海の相談室 FAQ なだって何海上保安庁海洋情報部、2017年9月10日閲覧、管轄海域情報日本の領海直線基線、旧区域九州、都岬鳥屋花、海上保安庁海洋情報部、 2017年9月10日、閲覧。ありがとうございます。